マニトバ州マニトバ州の地方行政区マニトバ州の地方行政区の一覧。カナダのマニトバ州には様々な地方自治体が存在する。自治体の種類については州法である自治体法に定められている。マニトバには79の都市型自治体があり、市、町、村などが含まれる。マニトバ州では1000人以上の人口があり、人口密度が400人。 平方キロメートルを超えると都市型自治体となるが、そのうち人口7500人以上あれば、市となることができ、7500人以下であれば、町もしくは村、または単純に都市型自治体と称することができる。ウィニペグはマニトバ州最大の市で、州都である市マニトバ州では、現在、フリンフロンを含む10の市がある。州最大の市はウィニペグで、最小の市は、 フリンフロンのマニトバ州部分である。フリンフロンのマニトバ州部分は1981年に人口7894人となり7500人を超えていた。最も新しい市はモーデンで2012年に市政施行した。中、ドーフィンは面積最小。フリンフロンはマニトバ州の人口最小の市。その地域の残りはサスカチュワン州に属する。 この人口はサスカチュワン州市域の人口229人を含まない。この面積はサスカチュワン州市域の面積を含まない。モーデンはマニトバ州で最も新しい市。ウィニペグは州都で州最大の市。マチマニトバ州では現在50の町がある。主な町は以下の通り、村マニトバ州では現在19の村がある。 主な村は以下の通り人口1000人以上で人口密度が400人平方キロメートルを以下の広域型自治体を軍と呼ぶ。2015年1月の軍域合併により人口1000人以下のコミュニティを近隣の軍に合併した。この結果197あった軍の数が137となった。マニトバ州には2つの自治地域がある。 上記の条件に当てはまらない地域のコミュニティを非法人地域と呼ぶ。2015年1月の軍域合併により多くのコミュニティが近隣の軍に合併された。ハムレット・マニトバ州ではハムレットと呼ばれる非法人地域のコミュニティが4つある。北方コミュニティ・マニトバ州では北方コミュニティと呼ばれる非法人地域のコミュニティが57ある。 居住区マニトバ州では12の非法人居住区が存在していることを認識している。ザ・ミューニセプル・アクト・ハット・ザ・ミューニセプル・アクト・ガバメント・オブ・マニトバ・2012年12月23日、閲覧。ABCDE ポピュレーションドウェリング・カウンズホー・カナダプロビンセス・ワンド・テリトリスアンド・センサス・サブ・ディビジアンス 2011&2006 センセセス スタティスティックスカナダ2012年12月23日閲覧ありがとうございます。